始まりました。タイミングがすべて動き出した銘柄、7銘柄紹介していきます。日経平均が 3万7000円を超えたようで、台本を書いている今日も840円上がっていって、もうね、めっちゃ上がっていってます。そう、株全力であの時買っておけばよかったって思っていますよね。でも言い訳をいくら言ったところで資産って増えていかないので、対策をしたものがこれからの利益を得ていきます。値上がりしそうな銘柄ってたくさんあるけど、もうすでに値上がってるやつを監視して、上がったのを確認してからエントリーするっていうのが未来の流行る投資の手法と僕は観測して見ています。物価の高騰で自動車の燃料代とか外食のメニューの料金が高くなりました。しかし投資しているおじさんおばさんたちっていうのは気づいているんですよ。お金の円っていう価値はどんどん小さくなっている。つまりインフレを政府が行っている、推進しているんです。最低賃金上がってね、喜んでいる家畜たちは幸せなもので、僕たちはお金の価値が時間とともに低下していることをね、考慮してお金を他の資産に変換しておくと、評価額っていう数字が増えて当たり前なんですよ。だってお金の円の価値が下がっていってるので、至極当然の結果なんです。さて、このチャンネルは自分たちが資産となる話を僕の生身の声で趣味で運営しているチャンネルです。僕が企画を作って台本収録を行っているので、買いが利かないニートが会社員よりも稼いで資産1億円作って VTuber 事務所を作ることを予定しているんで、こういう物語見てみたいな、一緒に豊かになりたいよっていう方は評価ボタン、シェアボタン、コメントで協力お願いします。あなたがコメントを書いてる間、資産について考えているわけなので、一貫性の法則が働いてお金持ちにバイアスがかかっていきます。さて、心の準備ができたようなので、本編儲かるアラーム設定を出発していきましょう。番号3028、アルペン。チャートのピークのところでアルゴリズム注文の利益確定を行って5000円くらい儲けました。押し目買いのチャートなので注目を続けています。儲かるアラーム設定は以下の通りです。上値が2008円、下値が再設定する必要がある1949円。これ以上下がるっていうことはまあ考えにくいんですけど、絶対という保証はないし、またもっと下がるんだったら、それだけ上値の差し値を調整する必要があるし、早くエントリーができるっていうといっぱい儲かる。だからエントリーがもっと下値することができるから儲かるってことです。じゃあなぜこの値段なのか、今後上がるのか、リスクはどの程度あるのか、本来は投資家自身で考えるものですが、このチャンネルは勝手に僕が話しているんで、僕も狙っている銘柄なので考え整理でね、考察していきます。株価が大きく下がった原因は何でしょうか。それは2月7日に発表した決算の内容で、経常利益がだいたい半分落ち込んで 23.2 億円に落ち込んで、予想の 39.6 億円を下回って着地したことからです。また通期の利益を従来予想の 79.6 億円、これを 46.8 億円、つまり 41% 下方修正して一転して減益の見通しとなったっていうことです。売上の営業利益もね、前期比と比べて 3.4% に悪化しました。これは下げトレンドの始まりなのか、それとも上昇トレンドで押し目買いのための演出なのか、アラームでね、スマートフォンの結果を観察していただき、アラーム次第でエントリーしていきましょう。配当金財務状況、一定配当を行っていて、配当成功は 40% を下回っていないので意外と健全なんです。利益余剰金と現金の同等物の推移、800億円意外と持っていて横ばいをしていて、減配のリスクっていうのはここでは感じられないです。また株主優待というものがあって、その総合利回り、これが 4.54% なんで高いなって。みんな株上がってしまって、配当利回りっていうのは 3% とかそんなもんだと、一方で 4.54 っていうのはね、今買っても全然いいなと思います。あとそれとね、もらえる時期です。優待権利確定月、これが6月と12月にあって、半年ごとにもらえる支給っていうのは株を持っているモチベーションにつながります。嬉しい。もう僕なんかもプレゼントくれる人ね、いないってですから。僕の誕生日はちなみに4月でプレゼント欲しい。もう VTuber 事務所作ったらプレゼントもらえるような VTuber 社長を目指します。株価指標の PER っていうのを見ていきましょう。これが74倍っていうのはすごく高いんですよ。全銘柄の平均が教科書で言うと15倍って言って、まあそれでも業界ごとによるんですけど、それでも類似企業比較を見て、ゼビオホールディングスとかヒマヤラとか見ても12倍とか 14.8 倍って74倍っていうアルペンっていうのは、じゃあなんでこんな割高になったのか。原因は2つありますよね。利益がめちゃくちゃ減ったか、それか株価がめちゃくちゃ上がったかの2つ。まあこれを見ると利益がめちゃくちゃ下がったんでしょう。決算の報告もあるので、これに人々の意識が追従してるかっていうところ、これはここ確認できないです。決算がすごい飛び飛びなので、細かい変化が
全く確認できない。配当の業界というのは 2.5 から 3% なんですけど、じゃあゼビオホールディングス 3%、これがいいかっていうと、優待があるわけですから、アルペンがね。だから僕はこっちを押しています。さあ、アルゴリズムの設定をしてみましょう。アルペン、1973円、今の値段で買ってもいいって思ったので、この値段に設定しました。損切りラインは1795円。そして、トレーディング開始しようっていう値段。これが2091円。最高値から73円下がる。もしくは 3.5% 下がったら利益確定を行う。まあ、横ばいだったら配当金と優待をもらうのもいいし、思ったより下がったなって思ったら、それは自分の予想とは反する動きなので、絶対に手放した方がいいです。他のメーカーに乗り移った方がいいです。相性というものがあるので。さて、次行きましょう。証券番号2782セリア。チャートを見ると明らかに上昇トレンドに転換しているのがわかります。今がエントリー時だなと思って、僕はもうエントリーして200株買いました。月足で見ても5000円以上のポテンシャルは持ってるし、株価指標も割安なのは知っているので思わずエントリーしました。もっと上がるようだったら300株か持ってもいい。ボーカルアラーム設定いきます。上に2950円で、下に押し目買いするんだったら2799円。セリア、株価指標が前回説明したことを覚えていて、すごく割安だなと。しかし株価指標率 PR を見ると投資家の熱を帯びてきているのが見えてきます。今後も監視が必要です。アルゴリズム設定は2900円。損切りラインは2639円。トレーディング開始が3074円。利益確定が 3.5% の下落、108円下落した時にですね。もう少し仕様を分析していきましょう。PR が 23.9倍。まあ少し 15倍を、平均の相場が15っていうと、まあ高いんじゃないのって思うかもしれないですけど、この業界にしてみれば安かったと思うんです。ほら、この通りに、100均の類似企業とすれば、セリア、キャンデル、ワッツ、オンツーっていうものがあって、一番割安なのが 24.4 倍のセリアなんですよ。時価総額や企業価値がまるっきり違うので、あまり参考にしない方がいいです。それでも、たくさん認知度が高いセリアが24倍っていうのは少し安めだったなと思うんです。イオングループとかだったら70倍とか、お寿司のくら寿司とかも50以上あるので、それを考慮すると安いなって。資金効率の ROE も、これも 10.3%。他は赤字が 2.1、5.4% なので、割安だなって。で、投資家っていうのはそれがもう分かってきてるのか、株価の上がりにつれて、この PR が追従して上がっていってるんですよね。まだまだこれでも割安とは思っているし、投資家もね、とどまるところ知らないな。PR が急に変換するっていうのは、業績が悪くなったか、それか需要が高まったか、この二つ細かく変化していて、株価にも連動しているので、これは需要が高くなっているなっていうのがわかります。この勢いっていうのは止まらないと思うので、おそらくこの現在の2885円から1000円くらい普通に超えてくると思います。そういう未来が見えている。自己資本比率に対してもこれ 76% では非常に優秀です。この自己資本比率40以上あれば優秀と言われていて、つまりこれ借金の度合いです。借金なしで運用している割合が 80% 近くあるので、利息を払う必要がないので、投資家としてはすごく見やすいし、評価が高くなります。売上も上がっていて、コロナ明けからもっとさらに売上が加速するだろうってね、みんなが思ってるでしょう。配当に関しても一回も減配することなくずっと上がっていって、コロナのショックでも減配しなかったし、ただ配当成功が 50% を言ってるので、成長したいんだったらもうちょっと削ってた方がいいんじゃないのって僕は思います。アブヌツの割合は外国人の企業と国内の企業が大きく占めているので、個人で売られてめっちゃ下がるってことはなさそうです。個人が買いに行ってるのかもしれないです。また機関投資家の投資対象になります。このチャートの形状からすると、ちょっと次の銘柄に行く前に、この情報の頻度でいいと思いますか？値段を設定して、会社の概要、どういう会社かってもう全部すっ飛ばして、値段はこれなんでかっていう指標で分析を行って、これくらいの情報量が僕はベストだと思ったり、コメントの投票結果でこれくらいの情報量にしています。他にももっとさらっと値段だけ聞きたいよっていう人は2番で、以前のように1週間に2銘柄だけしか説明できないんですけど、めっちゃ詳しくっていうんだったら3はないと思いますね。コメントで番号だけでもいいのでお願いします。一応リクエストもいただいているので、それに答えてね、3銘柄ほど取り上げたので、これから話していきます。パクホームパクホーム証券番号7458第一交渉。株価は上がるってことを忘れたみたいに、去年の夏からずっと下がり続けています。どういう会社かっていうと、カラオケ最大手の会社で、エンタメ業界の株価指標 PR っていうのは15倍ほどで割安になっています。まあ、僕は VTuber で機材があって自宅でできるし、
そういう人って増えてきてるので、まあ、需要が減ってきてるんでしょうって僕は思ってるんです。つまり株価の下落とともに期待が冷めていってるのが見てわかります。経営陣っていうのは VTuber の存在知らないんですかね。VTuber の配信事務所を貸し出したとか、防音材のノウハウ提供しますとか、業者連携しますとか、そういう営業やってもいいと思いますけど、なんでこれ僕マークしてるかっていうと、優待は意外と良くて、僕は使わなくたって、メルカリで売れたり友達に渡したりするとめちゃくちゃ喜ばれるので、総合利回りがアルペンを超す 5.33% かなりいいです。ただ問題は、ちゃんと定価で売れるかっていう話、それについてもちゃんと調べました。例えばこの5000円分のやつ、カラオケ券が3780円で売れてたり、1万円が6500円で売れてたりっていうのを見ると、いや、優待券の 70% の金額で売買されているのがわかります。ただ配当金をもらってもね、 20% 税金がかかるんだったら、税金面でその優待っていうのは課税対象ではないので、メルカリで売却して脱税しても合法で済みます。儲かるアラーム設定を受けます。ギリギリを攻めていこう。どこまで下がるかわからないカラオケ業界。僕はその必要性、この会社自体、業界自体は必要性を感じていないと思います。なんで、マージンを多めに取っています。アラームが、上が2100円。で、下が1954円。そういえば金曜日、もっと下がってました。1899円でもいいです。第一交渉、指標を見ていきます。PR が 15.6 倍。PBR が 2.0 倍。右肩上がりの業界ではなくて、しかも人口っていうのも減ってくるし、コロナが明けても技術革新とか VTuber の機材みたいな普及っていうのもあるので、僕はこれ上がっていかないと思っています。新たなビジネスをしない限りは、類似企業比較をしてみると、腰高ホールディングスが13倍、ヤックスが 16.2 倍なので、コメダホールディングスを検討した方がいいかなと思います。カラオケ好きだなっていう人はね。ROE の資金効率が 7.9% もあまり良くない。株価の下落とともに、この PR のグラフも下がっていってるので、熱狂っていうのかな、冷め具合っていうのが分かってきます。配当金は意外と悪くなくて 2.9% で、高配当の部類に入るんだろうな。一定配当を行っているので、配当成功が100を超えても支払うっていう時もあるし、まあ未来はないけど、長く持ってて支払ってくれるんだったら、まあそれで構わないと僕は思います。証券番号3407、朝日化成。なんとか化成っていうのは、住友化学とかね、そういう業界っていうの最近逆風が吹いていて、下がり始め上がらないんですよね。資金の流入には流行り廃りがあるので、定期的にアラームの監視っていうのが必要になります。朝日化成っていうのは、これから週足を見てもね、上がっていってるのかなと、ようやく資金が入り始めたかなって感傷していて、一気に1032円にドスンってここ落ちたので、ここはおしめ買いの時かなって結構ね考えるところです。さて、ちゃんと上がりは確認したなら買っていく。1070円アラームの上に設定していく。あ、もっと早く買っていいんじゃないのって思うじゃないですか。ただ今買った瞬間にもっと下がり始めたとか普通にあるので、ちゃんとトレンドを形成して勢いがある中、もう川の流れに沿う形が一番いいんですよね。逆流してる中に自分が飛び込んで鯉みたいに登っていけるかっていうと、普通は確率的に負ける可能性が高くなるんで、生き残る投資家でそんな人を見たことないですね。下値の設定が1019円、これを下回った場合は下降トレンドがまた始まってる可能性が高い。なので上値設定をもうどんどん切り下げていく必要があるな。さて、売上を見ていきましょう。売上は意外と好調でね、ただセグメント利益が下がっているので、ただ経費はどうにでもなるので、売上が上がっているっていうことはプラス材料です。僕は好印象です。配当金もほぼ一定配当を出しています。配当金が 3.5%、 類似企業から比較すると 3.5% の配当金っていうのは上限ですね、業界の。っていうと、これから反映されて株価が上がると僕は思ってるんですよ。 PR も 17.9 倍っていうのはほぼまあ中央値。他の銘柄が魅力的に映る時もあるんですけど、今動いて機械損失しなくて、まあ、最大効率運用するためには動いてるチャートにエントリーするのが得策なので、僕はこの朝日化成が業界で一番勢いあるなと思ってます。人の熱狂具合とか PR とかそういうものはここ全くわかんないです。ここは監視グラフに全く表示されてないので、指標で判断するしかないです。最後確認です。上が1070円で下が1019円。コメントでリクエストがあった井出光京さん、まぶちモーター、ヤマハ発動機について解説していきます。この業界っていうのは僕が9年間
自動車業界に勤めていた大学から自動車のプロとして専門分野なんですよ。だからこの業界っていうのはすごく詳しく説明できると思います。結構自信あります。もっともっときっと入れ光。さあこのチャートを見て思いませんか。出来高異常に増えてて、株価構成は800円付近だと見えます。800円が基準値としてアラーム設定をすれば上昇トレンドに乗っかれると思うし、上昇トレンドが確認できるのは890円以上、基準値の変更が必要になる場合は769円以下になった場合、投資において儲かるかっていうのはね、すべてエントリータイミングで決まっているんですよ。焦って今買ってもリスクを数倍に高めるだけなんで絶対失敗する、生き残れない。現在過熱感はないのでエントリーしても良いと思った。だからコメントにリクエストに応じました。この出光興産っていうのは配当成功がね、これでもね高配当で有名なんですけど、配当成功は 15% 以下でかなりマージンを取ってるんですよね。利益余剰金と現物と動物の推移からも国からの助成金で潤い850億円の貯金があるくらいですから、もうめっちゃ儲かってるじゃん。そんな取らないでよガソリン税って。これで見ても 3.5% の高配当。まあ、安く見えるんですけど、業界だと結構高くなってきてるのかなと思います。PR が 6.2 倍ってめちゃくちゃ低いですよね。ただ業界で言うと波なんですよね。エネオスが 7.4 倍で、コスモエネルギーが 6.8 倍。ただ自動車業界、トヨタがめちゃくちゃ上がってきて、それを筆頭に他の業界、自動車業界も上がってきてるので、これも適正に反映される可能性が高いです。まあ、問題はいつのタイミングかなんですよ。常に監視していないといけないから、ただこれが監視私がアラームに引っかかった時の利益っていうのはめちゃくちゃ大きいはず。売上としては石油に依存してるんで、日本国の活動量に比例して売上も上がっていくと思われます。そのセグメント利益、これが結構デコボコするっていうのは世界の情勢です。配当金に関してもここ13とか、最近はもうめちゃくちゃ儲かってるので、でも配当は上げないよっていう状態。ただみんなの同調圧力もっと上げようよっていうのだと、増配っていうのも十分あり得ます。配当利回りは 3.89% で割と高配当。投資家が追従しているかっていう件に対して、意外と株価がぐんと上がっても、ここの PR っていうのはぐんと下がっていって言ったので、意外と逆の関係です。普通需要が上がると上に上がるはずなんですけど、めちゃくちゃ業績が良くなったからか、アラーム設定しておけば無難です。アルゴリズムの注文に関して、今回は僕はエントリーする条件ではないと思っているので保留にしています。証券番号6592まぶちモーター。結構高配当とか優待で取り上げられるのをツイッターでよく見ます。まあ、どういう会社かっていうと、モーターを作ってる会社、自動車に主に納品先があります。以前からずっとまぶちモーターは割安だって言われていて、指標でも何回も見たんですけど、気づいたら 18.5 倍になっていて、すごい反映されてきてるなって。もっと早く気づいとけばな。チャートの形状を見てみます。上がり続けていて、エントリーする時が分からなくてずっと眺めていました。どこまで上がるのかが分からない。判断するのは難しいけど、リクエストなので一応答えだけは出します。上が2610円、そして下が2480円。指標を見ていきましょう。売上っていうのは波があって、まあ成熟産業なので、これから急に成長することはないっていうみんなの認識です。セグメント利益が下がっているから PR が高めになったっていうこともあります。みんなの投資家熱狂があるかっていう件に関して、株価のこの上昇に対して PR のグラフっていうのは横ばいに近いので、まだ追従されていないのかなと。じゃあ業界で割安かっていうと、業界価値が3兆円あるニデックとか1兆円ある安川電機と比べるとかなり割安になってる。ただ同等の企業ではないので、あまり正確に反映できないでしょう。ただ割安っていうのはなんとなく過信しない程度に参考にします。配当利回りが 3% っていうのは、この業界では群を抜いてるんですよ。じゃあ減配するかっていうと、ここ10年間減配したことっていうのはこれ見ると1回くらいしかないので、やらないんじゃないかな、期待してます。あとは自己資本比率、これが 90% っていうのはめちゃくちゃすごいよね。めちゃくちゃ固執する。投資先がないから、成長する必要がないから自己資本高くでいいんです。本当に成長したいんだったら、借り入れを行って借金を行って自分の身の丈以上の会社設備とか人件コストっていうのは割くべきだと思うんですけど、まあ、とにかく予想がしやすいし、投資家としての評価も高いです。時価総額も3266円なので、そんなに機関投資家が動かせるような銘柄でもないでしょうし、分かりやすい銘柄だと思います。アラーム設定しておく価値があるかな。古い企業っていうのと、すごく指標がいいので、金融機関からの株の
保有率が高いです。また個人投資家も一定の割合があるので、動き始めたら個人が先に動き始めるので、動きが、ま、分かりやすい銘柄でもあります。さあおさらい行きましょう。マブチモーター、上のアラーム設定が2610円、下の設定が2480円です。次行きましょう。最後ですね。証券番号7272、ヤマハ発動機。前回の3分割について動画を出したじゃないですか。あれから株を売って3分割したから100株が300株になったんです。買うタイミングをずらしたからこれだけ利益が出たんですよ。あ、やってよかったなってやっぱ僕の見立てよかったな。自動車業界かなり強いんですよ。1000株持っててもよかったです。保有してアルゴリズム注文でこんな風に利益が出ました。アルゴリズム最強。アラーム設定をいきます。上が1480円で下が1360円です。売上を見ていきましょう。セグメント利益、意外と横ばいではなくて右肩上がりなので、他の分野にマリン事業とかモビリティとかグローバルに展開していってるようです。細かくは見ていませんが、利益も好調で財源もあるから配当成功も 3.4% という高配当を維持しながらも、配当成功は 24.2% というのは健全な体質です。またこのヤマ発動機は優待を設けていて、6月と12月、これも半年に1回っていうのがいいですね。100株300株、僕だったらその時は300株持ってたので2000ポイントもらえるっていうこと。2000ポイント何に使えたかっていうと、静岡県の爽やかハンバーグを食べました。最高です。タダで食べるご飯っていうのは。PR はこれ追従してるか、投資家は追従してるかっていうの。上がってますよね、株価は。じゃあ、PR は上がってます。やっぱりちゃんとついてきてます。この企業価値が1兆8000億円。時価総額も 1.4 億円なので、動き始めるのがすごくわかりやすいっていうかな。サンプル数が非常に多いので、これもアラーム設定しておくとすごく儲けやすい銘柄でもあります。長期投資で見てますね。PR が 7.8 倍。これは割安。自動車業界だと普通だと思いますけど、他の類似企業を見てね、スズキとかホンダとか川崎重工業とかあるけど、ちょっと取り扱う車種が違うよね。スズキとホンダは車とか二輪に対して、ヤマ発動機はマリン事業もあるので、純粋に一緒ではない。川崎重工に関してはもうジェットエンジンとか作るから、自己資本比率を見ても 45% 以上なので割と優秀。問題ない買っても。ROE 資金効率 15.2%。これは自動車業界だと確か良かったはず。そうですよね。ホンダが 5.4、スズキが 9.7%、川崎重工が 9.4% なのでズバ抜けていいなっていう。多分マリン事業がかなり高単価で儲けやすいから。あ、やっぱりね、セグメント利益を見ると、ランドモビリティとマリン事業がかなり大きい割合を占めています。ちょっとブランドで儲けてる感じです。富裕層に向けて、メンテナンスでもかなり依頼できる業者っていうのは限られるので、最後にね、僕の話聞いてください。僕結構、ボルデモート僕好きなんです。名言があってね、この世に善と悪などないのだよ。力を求める強き者と、力を求めない弱い者がいるだけだ。さあ、この石をよこせっていうのは好きです。悪役ですけど、気が狂ったやつかっていうと、ちゃんとまともで経営理念っていうかな、理念をちゃんと持ってて、みんなをまとめ上げるだけのカリスマ性が意外とあるんです。あれ、これ普通に主人公のハリーよりめちゃくちゃ優秀だと思います。なんでこの話をしたかっていうと、お金が関心が高いチャンネルの視聴者、ここ多いと思うんですよ。で、世間からすればお金持ちっていうのは少数派で、意外と僕たちっていうのは肩身の狭い思いをしています。同級生に株の儲け方を善意で教えてあげてるのに、俺だって車持ってるよとか、家持ってるよ、買ったよとか、こちらの意図を全く理解していないマウントをしてきます。そういうことで話したんじゃないんだよ。論よ一色でスマートフォンで利益を、ほらこれだけ儲けたよって言っても、俺も残業すれば儲かるよ、それくらい稼げるよとか、意味わからない回答をしてきたり、もう友達終わりです。学生時代友達関係は過去のこと、今の価値観で人間関係は破綻していたんだな。もうそういう視聴者にも結構あると思います。さっさと人間損切りで、あなたにふさわしい友人と付き合っていきましょう。友人の乗り換えというのは当たり前。過去に仲良くしていたからといって、今後もずっと仲良く意思疎通できるかっていうと違う、環境が違うからね。一緒に過ごしていて悪意を感じたんだったら損切り。議論して相手を変えようとしない、するな、価値観を押し付けるな。相手も自分が正しいと思い込んでいるから、もう議論はしない方がいい。口論に使う時間があるんだったら、もっと有益な時間の過ごし方に切り替えましょう。投資の理解を深めたり、家族や気の合う仲間と過ごす時間。資産とは、お金だけじゃなくて人間関係や自分が持ってる知識も資産です。運用して増やすと組織となり、会社となる。人生ゲームのように楽しむことで、客観的に物事を俯瞰して眺めることができるでしょう。これは動画を最後まで見てたので、これは僕の本心です。自分で課題を見つけようとしない。バカ。そういう人がゲームに生きがいを持ってしまう。ゲーム会社が作った課題をクリアして、ヒューンって光がチカチカして、
音がバンバン鳴って、それってパチンコの興奮状態と一緒なんです。でもね、課題っていうのは自分しか理解できないし、現状は今の自分しか変えていくことしかできない。現状を変えていくには今の自分が考えないといけない。大人になれば自分で課題をゲームのように作り出すことが求められるし、負荷をかける運動と同様に、失敗しながら友達を失いながら孤独に努力する時間っていうのが必要なんです。それが受け入れられないな、今が楽しければいいっていう、そんな人間の方がたくさんいるわけです。僕たちのために納税して、年取ったら年金もらう前にストレスで死んでもらったらいいなって、政治家や富裕層そう思ってます。有利な風にこの世界できている。そんなことも知らないんだったら、もうのんきに短い人生を送って過ごしてほしい。純潔主義で、マグルを殺していましたけど、この世界の場合、バカな人間をたくさん生み出して僕たちのために働き利益を貢いでくれる家畜を運用すること、既得権益の日本はこれで成り立っている。もう僕のチャンネルの同志だったら、知ってほしいです、この世界の残酷さを。見た目は同じ人間だけど家畜に話してるようだ。話が通じない人間が多い。そう感じたことないですか？悪の組織とか邪悪に聞こえるでしょう。でも僕は構わないと思うし、すごくかっこいいと思う。だから人を引きつけるし、敵としてキャラが入るんですよ。ヴォルデモートの場合は純潔主義を唱えるカリスマ的リーダーです。組織からすればマグルを殺すっていうことが正義となります。正義って立ち位置で変わるものです。皆さんに問います。正義とは、僕たちの正義って何でしょう？小春のコミュニティメンバーや登録のファンはこれまでついてきてくれて、サブチャンネルもずっと制作してもらっていただいてるんで、恩返しをしようって毎日思っています。家畜をあちかるようなお金エネルギーを増やしていって、課題に向き合い成長を続ける人間のコミュニティを目指していっています。正義とは、夢現実に近づく、資産を増やす行動をしていこう。お金以外にも人脈、知識、経験、皆さんの夢って何ですか？思想は自由です。だから法律を逸脱しない範囲で自由に生きていきましょう。さあ、僕たちの理念は、僕たちだけで幸せになっていこう。自分が幸せになると人に親切にできる余裕が生まれる、声をかける余裕が生まれる、親切は感謝となり自分にリターンが返ってくる。これが日本の未来のコミュニティの当たり前となっている。実際にもうできている。コミュニティに属するかはあなたの自由。それでは本気で楽しんで生きていきましょう。100円で言ってんの？100円。100円って言ってんのかな？100円。出してあげるからちょっと待ちなさい。どうして入っちゃったの？その中